はい、皆さんおはようでございます。今週も始まりました、ウイチとヒカルの日の丸暴走 STC でございます。よいしょと、さあ、ね、遠くまでまたやってきました。来ましたよ、来ましたよ、神奈川県に。はい、1515151515。なんで嫌そうな顔するの、いいじゃん、たまには。いえいえ、まあそれをやられたというお店でございます、ね、はい、懐かしいですね、という、はい、で、抽選がたった今終わりました、はい、終わりまして、何番でした、まだ見てないです。どうすか、え、ハンハイってどういうこと、なんと、ゴックゴックか、モビルスーツだよね。あ、これ違う、これズゴック。いや、ゴックもそれです。ゴックはこれです。ゴック、あ、ゴックもこれです。はい、こっからね、なんだろう、ゴック。あー、厳しいね、非常に厳しい、ゴック厳しいですね。ゴック厳しいですね。今日台数そんなないですからね。そうなんです、そうなんです。で、さらにゴスロも入ってますんで、最悪そこ行くよ。いやいや、あのゴスロももちろんトータルでの絶対行かないです。あ、もちろん割り数の中に入ってますからね。あ、違います、別計算にはなってます。ただし、ゴスロも私が担当する。最悪だよ。あ、ちょっと厳しいですね。完全にもうテンション下がりましたね、これでね。うん、もうダメなんでしょ。え、なんだね、なんで俺に聞くダメなんでしょって伊達じゃないでしょ、レアルの。あ、そうそう、今回もうこれ最後です。僕のあの持ってるユニフォームの全部着回しまして出尽くしちゃった。出尽くしました。こちらレアルのジネディーヌジダンでございます。これですね、これ懐かしの、何年か前のね、あ、頭でやりましたね。続きやりましたけども、ね、あまりに怒ってね、あの、まだ大丈夫ですよ、ね、カバン島津でございますね、これね、いつもの島津。こういうことだけは熱心なんですね。こういうことは熱心なんですよ。私狙っておったのはもうズバリこれです。ミリオンゴッド。違います。え、あ、マジカル3、はいはい、マジカル、マジカルの良い子ね、ほうほうほう、その隣、角1、角2ぐらい、はいはい、ここら辺を狙ってて、まあ、ゴッド、まあ、絶対的に厚めですね。下手したらオール設定あります、ここ。あとはモンキー、うんうんうん、あとあなたなんかエージェントクライシス最近たまにお家になってるんでこのエージェント、うん、ここかな、まあね、なんでかね、俺知らなかったのよ、あなたが打ったこと、打ってたっていうのをね、ちょっとびっくりしまして。 A クラ、 A クラね、 A クラさん、はい、そんな感じですね。マジカル、ゴッド、エージェント、なるほどなるほど、ね、ここが厚めじゃなかろうかと私の予想でございます。わかりました、はい、もうそろそろ、はい、もう整理が終わって飛ばされてんじゃないですか。うん、もう飛ばし飛ばしなんで、ちょっともう行っていきます。もうゴックも無視されて、いや、それは困るんで、最後尾に、あ、じゃあしていきます。はい、行ってまいります。はい、はい、失礼します。頑張りましょう。はい、頑張りましょうって言われちゃった今。まあ無理だな、あの番号じゃ。それ、なぜ無理かはこの後皆さんも分かると思います。私今日ですね、徹底して角にこだわらせていただきました。本日はですね、まあ、角に座れば外れはほぼない、ほぼないで、さらにですね、露骨にそれを伝えたいという思いがあったので、いつもだとこう4、5、6で角が4で中側に6があってみたいなことやってるんですけど、本日、4という数字を完全に排除しております。で、その分上2つに寄ってるわけですけども、まあ当然ながらですね、まあ外れも増えるわけですね。これはまあしょうがないよね。で、とにかくその分、徹底して上2つにこだわって、角に寄せたというところで、まあ今から抽選が行われるんですけども、いい番号を引けたら行っちゃうんじゃないかなと。あとはどこまでそれをあの人が頑張るのかというところでございます。勝つんじゃないかなってなんとなく思ってますけども、これまたあの余計な頭を働かしてね、のた打ち回ってくれるとこっちとしては面白いんですけども、どうなりますことやら。はい、
頑張ってください。鬼武者、とりあえず取りやすい角を取ったけど、ちょっと待ってね。このご時世に鬼武者はないよね。一応偶数なので、もしかしたら勘違いして引っ張られちゃうかもしれないですね。銀金、あ、笑うセールスマン取れたんでこっちにしましょう。さあ、鬼武者の角を捨てて、笑うセールスマンかな、あれの角に座っておりますね。今日は朝言った通りですね、角に座るとハズレをつかむ方が難しいでね、この針の穴を通すようなあの人の引きの凄さね、プロですよね。やっぱこう大ハズレです。子役でこんな連続演出行くんですかね。なんで？すごい、何これ。おお、チャンス出ましたよ。ここがチャンスになっております。ドーン、はい、コズ。絶対当たんないですよ。あ、これは？これ何？これ何？あ、これ赤だら、赤だらですって。はい、どう？あ、赤だらはいいんですか？え？三択？うん、多分何も引いてないですよ。どう？ドン、はい、ドン。これがいいビッグなのか何なのかよく分かんないですけれども、ビッグボーナー。あ、もう終わった、もう終わったよ。102枚でレグって意味、これ分かんない。はい、多分広角とかにいいんじゃないの。違う、いやー、鬼武者でしたかね。ゲッティングナウ、これでもし、ラッシュ入ったら閉店コースでございますね。おっと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 、あっ、入りました。リーチ目でございます。納得のレグでございますね。一発目強チェリー一発でございます。奇跡の夜画面、奇跡の夜画面、広角だったんだ、広角だったんですよ。これは困った、これは困るよね、これは困ったよ。なんか来い。いや、まだ復活あります。8ゲームなんで戻る可能性あります。いや、ないかー、ないかー。はーい、
ああ、どうした。いや、やっぱね、忘れてて分かんない。あー、ゲーム性があまりにも今夜画面だったんですよ。おー、ダメです。ダメでした。あー、弾けなかった。はい、弾けなかった。おせんまあ一応観察はね。ああ、なるほど。もしかしたら頑張れば立ち回れんじゃないのかな。めんどくさいだよって人気ないよね。わかる、わかるよ。何の問題もない台。これは狙い台、狙い台の一つ。こっからスタートです。こっからスタート。はい。ここ？なんで？なんで？な、これリリスですか？あ、何ですか？何ですかこれ？何ですかこれ？これほらもう当たりでしょ？当たりだよね。当たりだよねこれ。え、なんで？なんで？これもう当たりですよ。ほら、青か狙えばいい。はい。ウィンウィンです、ウィンです、ウィンです。おはようでございます。なんで？レア役俺引いてないじゃないの。はい、これ赤7なんじゃない。あ、違う。え、どういうこと。右、はい、赤、はい、ば、あーあーあー、最悪だ。全然納得いかないですけど。なんで、なんで、なんでレグしか引けないの。さっきマジで。はい、はい、ボズ。もうこんなゴミみたいなコインばっかなんだよね、これね。残念じゃったな。うるさいよ、ジジイ。終わり。もうさ、60枚とかじゃないんだよね。3代目。ええ、3代目ですよ。大丈夫なんですか。大丈夫じゃないと思います。大丈夫じゃない。大丈夫です。もう狙い台のマジカルハロウィンの角、あれはもう当たり。もうあれがやっぱ大本命でした。ああ、そうか。うん、あれもう間違いないんで、もうあれ当たないんで。あと銀銀は角4ですね。当たりは角4。あ、これもね、でも悪くはないです、多分4だね、4、推定設定4、うん、今日はね、4はないんだ。上はもう2つしかない。なるほど、なるほど。エージェントクライシスありましたよね、そういえばね。忘れず、いや、もうちょっと後にしよう。さすがにね。おい、ほら、赤カット行きました。今日でしょう、これは。はい、今日いただきました。こっからだよ。お、青あるよ。どうしよう。お、狙っちゃう？狙っちゃわない。やっぱスイカにしよう。これリーチ目じゃないの？違う？これリーチ目だよね。あ、違う。え？うわ！
ないし。そう。死ね。じゃあ死ぬ。よせ。固まった心を狙い撃たれるぞ。ダメ。ふざけんな。行くぜ。やろう。ロジェリー。お、1万円。お、赤ですよ。ありますよこれ。はい、来た。あじゃます。とりあえずレグから。よし、レグ消えた。あ、レグを消してこう、レグを。レグを消してこう、よっしゃ。欲ボーナス、強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 欲、あー、欲ボーナス。でも欲ボーナス、本日初ビッグです。ラクラクでございます。おはようもんでございます。ほら、なんかこういうの、なんだろ、結構あれ、チェリーじゃないよ。文句はあれへんよ。あんたの計画に乗らせてもらうわ。乗らせてもらうわ。これは彷徨いのエンクマン。あー、こっちか。こっちか。こっちか。おい、これラッシュだよね。ラクラク先生でございますよ。3年 A 組のラクラク先生でございます。おはえもん、よし、やる気出てきましたよ。まだ朝の10時半だからね、逆にね、そういうこと、そういうこと、よし。これは、おお、赤かっこいい。おっ、あざます、あざます。これなんか飲んだよね。あー、50か。50はいいの？あ、50と50なの？どうだったの今の。わかんないですけど、いい、いや、100乗ったんすね。100乗ったんすね。なるほど、これあるよ。まだボーナスあるんだよね。ないの？あ、もう絶対じゃん。あ、違う。初めて供託金モード行きました。初めて。え、これ供託金だよね。ほら、供託金です。おー、あ、これは乗るってわけじゃないよね。そうだよね。私の得意の麻雀ですからね、これね。おわ、これはすごいよ。これ何ゲーム？おお。なるほど、240ゲームをかけるのね。第3ゲーム全敗。チュンで。はい、チュン。これが最後の、はい、この回がチュンだ。森田の勝ち。はい、わかりました。お前
積もれます。近代麻雀で連載してるんだから積もれます。はい、もう一丁。こういうことか、こういうことか。それで麻雀じゃない方だったらなんか少ないのがいっぱい乗りやすいみたいなね、確かそんなんだった気がします。3終わりましたね、400枚ちょっと、まあまあ悪くないんじゃないですか。ボーナスもですね、今のところ870ゲームで1-3、あれちょうど高設定656の数字ぐらいに落ち着いております。今のところビッグの引き弱なんで、こうあれあの人やめちゃう、違う、レグだったら高設定、ほら追加重複レグは確か設定差がものすごいあったような気がするんです。違うかな、うわーレグった、1-5ですよ、1-5。いやでももう一回7引くまで打ちたいっちゃ打ちたいっすよね。7一発目でいきなりラッシュ引いてますもんね、あれね。チャンスね、ドン、うわ厳しい、きたー来ました来ました来ました。これでなんかバーンとかなったよね、さっきバーン、はいバーン、もう一回バーンってなるよ。あれ、あれバーンってなる回数によってなんか違うんすね多分。第109は確定であることのイメージ、ほら、あベッティングウィッグ、ベッティングウィンでございます、ベッティングウィン。もうレグやめて、レグやめて、レグやめて、よし危なかった。はい、おはようございますね、来ました来ました、2回目のビッグが来ました。ビッグ終了後0ゲーム目からのスタートですんで夕方ですね。一発目の7でラッシュ入ったんでこれもまあなくはない、でもまあまあそんな2回連続ってことはそんなないでしょうけど、完全に銀と銀から心が離れ始めてますよ、完全に離れ始めてますよ。もうダメかな、こうなるとダメかな。マジカルの角ねダメみたいですね結果全然ダメっぽいですね。銀と金、あーやっぱそっか。そしてこちらエージェントクライシスでございます。角さんが出てる、角さんが出ましたね。行きましょう、もう行っちゃいましょう。というわけでございまして、殿下の宝刀エージェントクライシスに移動でございます。もう銀と金はねもう設定とかどうでもいい、心が離れたね。だからこの台で仕切り直しです。まだまだ仕切り直しますよ、今日はいくらでも。どうしました、いやもうどうもこうもね、なんかね
銀と金から心が離れちゃったんだよね。あ、いわゆる一つ。あ、逆から、先輩逆から来たんですけど、こうした、心離れちゃったって最初から言ったじゃん俺、オープニングかな、今週のオープニングで言ってんですよ。あんまり好きな台じゃない、台のいい台って掴んでても楽しくないですよね的なことを。まあ別にヒントを与えるつもりで言ったわけでは応答ないのであれなんですけど、あ、これはでも取り方によってはヒントになっちゃうかもなって喋りながらうっかり思ってしまったんですが、全然伝わってなかったということでね、一安心でございます。まあ、今のところ目星いところで空いてるのは銀と金ですよね。奥さんが捨てた台が、あと割と良さげなところは全部動いてますね今のところね。移動ですね、移動。あらー、ビバドンちゃんやめちゃったね、角ね。どうなったかな。出てないね。なんか映してほしそうです。サダオが今台に入ろうとしてる。サダオが台の中に入ろうとしております。ああ いよいよやることがなくなる。はいどうも、ね、もうダメっすよ今日は。ダメですね、ないもんね。5万いったらやめましょうね。もう意味がないんで。もう子役レア役は引かないもんね、全くレア役を引かないですよ、うん、ゴッドも中段リップすら引いてないし、このドンさんもヨアチェリーすら引いてねえから、もうこういう日はダメっすよ。ダメ、デカビリデカビリ、かわいい。ああいうのをね、何回も見せてくれるとね、楽しいんすよね。デカビリは好きだよ、僕ちゃん好きですよ、デカビリは。お、逆デカビリってあります？あんまないっすよね、外れ目ですよ。これ相当いいとこいいんじゃないの？っていうかいいとこじゃ困るんだけども、はい、入ってくんなきゃ困るんだよ。もうさ、なんかもうすごくいいとこにいる、ほら。一発だ。
です。楽楽先生でございます。やったー。バーン。66枚ももらいましたよ。おー、やったー。ありがとうございます。ありがとうございます。からのまだまだまだ、おっしゃー、3連目、はい、3連目。150ゲームで145枚っすよ。もうこれはまだまだ4セット目。すごい、本当に来るとは思わなかった。おっと、やっと来た、こういう演出が。やっと、おっと来たよ。あるよ、あるよね、あるでしょう。ほら、滑った。ない。これは1回ぐらい来いよ、マジで。あ、燃えてる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 、はい、燃えて、スポーン。こっからの復活、はい、復活、スポーン。あれ、はい、スポーン。はい、おはようございます。おはようございます。エクストリームラッシュでございます。5でございます。こっからでございます。プラス10でございます。まあでも乗らないよりは乗った方がいいんで、はい、ありがとう、ありがとうございます。おー、6、よし、いただきました。これはいただきました、これはいただきましたよ。あ、リーチ目です。あざます、あざます。単独ですね、単独です。レグ以外、レグ以外、レグ以外、よし、ドンちゃんです。あ、違う、よし、ボズ。まあでもパチスロ番組らしくなってきたんじゃないですか、やっと。はい、やっと、はい、アダバス。で終わったことないですよね、僕ね。4行ったら5まで行くはずなんだけどな。はいはい、よし、ほらほらね、これマックスまで行きますよ。ここまで行けよ、これ最後まで行けよ、行けよ、もう一発来いよ、もう一発、もう一発来いよ、来いよ、マジで、もう一発来いよ。5セットですね、5セットなんだよな、5セットなんだよね。まあまあ500枚、ちょっとだけ戻ってきました、4分の1戻ってきました。はい、お疲れ様でした、ありがとうございました。でけ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 、どこ当たった、どこ当たった、どこ当たった、ね、懐かしい、サダをギブアップしました。はい、ギブアップでございます、サダを。はい、もうね、
ギブです。その名の通り、ギブアップオでいいです。もうギブアップオで、ギブアップオで、アップオでいいです。結果から言いますと、投資40の投ジャスティですね。ほうほう。回収560枚、68枚かな。568枚で、まあまあ収支はなんとかギリのラインに、収まったかなと。前線。前線って言っていいんでしょうか。今週ほぼ当たってませんので、ね、結果から言うと前線ではないですよね。前線ではない。ないですね。前線ではない。あ、ここでもうやっちゃっていいですか。そういうこと。いいんじゃないですか。僕全部で7台ぐらいでしょうか。あるいは8台でしょうか。さあ、どこから行きましょうか。いや、もう最初から。最初から。ですけど。モグロは外れ。外れ、はい。鬼、はい、当たり。鬼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 。あ、鬼ですか。わかりました。鬼。その後ですね、願いまして、はどこ行ったかな。あ、思い出しました。銀と金さん、銀さん、はい、金さん、108歳ね。そこでしたね。はい、そこでした。はい、当たり、これ。そこ、あなた、言ってたじゃないですか。はい、ジネディーヌ、掴みたいと。ジラン、はい、ゴー、掴みたいと。ね。あった銀金あった。ございましたね。ございましたか。もうちょっと粘ればよかったかな。くー、そまだまだな。次どこ行きました。次が、エージェントクライシスの角4です。あれは外れですよね。そうですね、はいはい、で角2に行きました。 A クラの、はい、あたりですよね。外れ。その後ゴッドの角5に行きました。そこは大外れではない。大外れではないらしいです。あ、なるほど。で最後、はい、ドンさんの、角なんですけど、これはまあこれですよね。おそらくほぼほぼこれですよね。あそこもジネディーヌで。嘘。あ、そうなんだ。いや、斜め並み一発で ARK 入ったんですよ。僕と同じ状況だったんですよ。ヘロヘロに、うんうん、もうボロボロに傷つきながら、うん、最後にビバドンのいいやつにたどり着いて、うん、いや、もう分かんない、もう分かんない、もうやめていいならやめます。そうそうそう。俺前回あの雨ありきでそれをやってるんですよ。あ、いや、もういいです、流れが、もういいですよ、流れが止まってます。あのね、途中でもう自分が打ってる台以外が全部あるんじゃないかってい もう妄想になっちゃって、いわゆる被害妄想だよね、完全な。でもうダメになっちゃいました。完全にダメ、あの飲まれました。今日は精神的な問題ですね、勝負は。今日はですね、はい、次段の下は1台もありません。次段の下は1台、あ、使ってます。そうですか、はい、鎮山層がないということですね。そうですね。え、違うですか。あ、そうか、そういうことですよね。そういうことですよね。もう上二中に、上二中にしたこだわりまくって。あ、まあ、そうっすか。さらに言えば、端の方に、うん、寄せてる。だいぶ寄せました。あ、寄せました。それにもかかわらずですよ、うん、粘ってるお客さんが、うん、ゴッドと、うん、ってことはマジカルの角も当たりなの。大当たりです。いや、だから全然出てなかった。ゴッド等って言ったんですけど、ああ、もうそれ以外が思い浮かばない。あ、ムムちゃん、エヴァ。あ、エヴァもやっぱ入れてた。あれ5ミニッツだよね。違いますよ、1番フェス。そう、うわ、念のため語学のためにゴッドの角はどうです。フェスミリオン5ゴッドですか。はあ、すごい出てましたよね、あれ。しかし銀金捨てたのは痛いよね。あれだけですね、唯一の。もう痛いって何にも知らないのに何が痛いんですか。だってナベさんがちゃんと教えてくんないんだ。しょうがないじゃん、俺は悪くない。赤レグのなんかっていうのはディレクターの整理する出演者ね。ちなみにペロ D さんは前なに一発だそうです。お、僕はニックなんで、まあ次回に期待ですよ。もうね、あんまりこう叩けないのよね。ちょっとな、この次の戦いでもう絶対逆のパターンになるから。そう、逆に叩きますんでね。まあそこガツッガツッと読み切ってやりますよ、
あと今週分なべさん編集もう本当よろしくお願いします。全然パチスローらしいとこは最後の20分ぐらいしかございませんので。あ、俺がいい立ち回りしてるんで大丈夫。じゃあもうそれで繋いでいただいてお願いします。というわけでね、次週は私が設定し、こちらがチャレンジャー五井駅前店さん日の丸で戦いますんでね、ご期待ください、ね、いいっすかこんな感じで。いいと思います。はい、では、またお会いしましょう。さよなら。おやすみなさい。おやすみなさいって言っちゃダメ。さようなら。